まこなこです。さて、ここ登っていきましょうか。試練の山、今パロムとポロムが仲間になっているところ。この炎はパロム出番。本来であればリディアがやるような役割だったけどね。ここではパロムが火を消してくれている。ああ、つまりは手前側のこの二人を仲間にしてないとここ来れなかったってことか。殴ってるね。相変わらず暴力的な表現が多いんだけど、このゲーム。行きましょうか。ん、なんでこれ暗くなってる？大丈夫？縛られてんね。イカルミ・リョーネってなんだ？すごい、読みにくいね。カルミリョーネ。4人ぐらいいそうだね。今土のって書いてあったってことは。やつは暗黒騎士アンデッドがやってくるという話になっている。あ、スカルね。スカル、骨のことか。骸骨とかの。ああ、なるほどね。骸骨が魅力するのを魅了ねみたいな感じかな。なんだろう、魅力攻撃やってくるのか。なんかずっとローザ動いてて世話しないんだけど。ローザの見張りをしておけばよい。カインはでもローザに気を寄せてるはずだから、この見張り番という役割もね、決して悪くはないと思うけど。おっと、一歩歩いたら、あ、どうすりゃいいんだろうな。これ暗黒じゃないとダメなんだよね、確かね。アイテムでフレイムロッド、アイテムで癒しの杖で、これで暗黒を回復しながら暗黒で減った HP を。あーっと、ちょっと待って、なんかパロムは HP すごく低いんだけど。いいんで、これで回復しながら暗黒で減った HP も回復できるんで。多分この戦い方が一番いいような気がする。しかもオート戦闘で全部終わるというね。いや、でも道中大変そうだな。もしこれ以外の方法となると魔法を普通に使って戦わないといけないから、そうすると MP が足りな、そうすると MP が足りなくなる。暗黒で減る HP の方が大きいから、そのあたりちょっと厳しいかも。どこかでペアで使えばいいけど。40ぐらい減った？ファイラ、ファイラとプロテスいいね。魔法。ファイラとプロテス。さて、宝箱取りながら上に行く。どうしよう、同じ戦い方。あっと、いいのいいよね、これ大丈夫だね。一瞬魔法使ったかなとか思ったけど。これ素直にファイラー一回使ってしまった方がいいような気がする。通常でダメージ通るか。なんかパロムの顔がチョコ材になってない。あれ、今ダメージ普通に通った？見てなかったけど、パロムの顔見てたから。普通に倒せたように見えたけど。またどこか回復ポイントあるでしょ。これ、まあ通常で一旦試し。
通常ダメージ通るね。スケルトン、あ、そうか、スケルトンであれば暗黒でもダメージ、ちょっと待って、回復したんだけど暗黒でもダメージ通る可能性がある。ゾンビだとダメな可能性あるけど、めんどくさいね、これちょこちょこ動かさないといけないから。待て、あいつ危ない。この動かすときに多分利き腕の問題だと思うけど、この右側になってるんだよね、左側ではなくて。ここら辺が厄介。利き腕考えずにやってしまうのもいいかも。ザンダラキアルがいいね、ガンガン上がっていく。うん、右手の方に、あ、右手の方に持てない、厄介だね。で、魔法、もうどうするかな。キアルラと完全に位置変えてもいいような気がするけど、だからこんな感じで、うん、十分回復できている。おっと、ここで何やってんのこのじいさんは。メテオを求めて、いや違うんだけど、ポロム、パロム、あのテラか、やっぱり有名人なんだ。今セシルの三輪なのか、セシルの三輪なのかがちょっと分かんなかったけど、なるほどね、すごいね、有名人。勝手に死んだことにしている。なんだろう、ここでメテオ手に入るのかな。お年を召されてひどいこと言うね。いずれにしてもパラディンになるため、この根源ということで共に行くとするか、ようやく再び仲間に。行きましょうか。並び替えで、まずこれを切り替えてからのこうか、こうの方がいいか。装備はどうなってる？装備も切り替え。7号目。まず左側宝箱取ってから。まあでも一人増えただけでも多分すごく楽になると思う。黒魔法、ファイヤー。だが、ファイヤーのレベル低いぞ。ファイヤー。グールだと多分、与えるダメージ1ポイントのはず。1ポイントだよね、今ね。だが、骸骨であれば問題なくダメージは通る。暗黒剣だ。押し切れてない。
ストップを覚えた。あまりでもこの手の魔法を使わないから、自分の場合は。結局確率で通るものって使ってもね、誰が聞くかとか覚えるところから始めないといけないから、あんまりそういうことしたくないんだよね。あと今アスピルあったな。あ、MP がない、 MP がない。とりあえずパイラ、パイラじゃない、ファイヤーか。どっかで回復できればいいけど。あとはオートでいいでしょ。倒せない、倒せない。あれ、なんでこんな時間かかってる。もうちょっと手早くいったような気がするけど。そしてパロモが危ない。ん、なんでこんな硬いんだろう。以前と敵が違うなんてことはないと思うけど、これでおしまいのはず。サイレスを覚えた。これも並べ替えしましょう。やるが前レイズ、エスナーは、まあ、この場所でいいか。一旦戻りたい気するけど、ここ回復場所ないのか。あ、でも右側。あ、何これ、声がする。あ、そこまで間に合わなかった。だがもうガンガン魔法使っても大丈夫だというのは分かったので。ファイヤー、黒魔法、ファイヤーは無理。ポーキーは確か豚にするんだった。オートにしないと戦闘の速度がちょっと遅いんでね。オートにすると全体も速くなる。そっか、ファイヤーロッドで殴ると今結構なダメージ出たね。60ぐらいパロムがダメージ与えてたように見える。でも当たらない可能性が高いからな。チャック、テント使いましょう。でもテントは MP 全部回復するわけじゃないので。そろそろコテージを買ってきた方がいいかも。まあそれでも全部回復できてるから問題ないか。行きましょうか。いかにもな場所、邪悪な気配が。これあれか、土のやつか。あるなんたら逃げようぜ。か、逃げようねか。どうなんだろう、これイベント戦闘的なものになるのか、それとも普通に戦うのか。なんか、何、そんなあっさりいけんの。もっと苦労するかと思ったけど。うんうん、ドレイン、それほど持ってかれるわけではない。スカルミリオーネに関しては大ダメージ通るので問題ないかも。とはいえ、スカルミリオーネはどうなんだろう。耐性、炎に弱いのか、それともそういうの関係ないのか。富士だからね、一応ね。となると3段になるのかな。通常のケアルにした方が良かったか。はい。
が足らないような気はしないではない。お任せでもいいけど、うん、やっぱり回復やらないと二人掛け。うん、なんかすごい大ダメージ食らってる。プチフレア倒せない。思いのほか当たりねえ。二人掛け、あ、なんか、ちょっと待って、今勝手に死ななかった？なんだろう今の。特に毒ダメージであってたとかそういうわけでもないと思うけど、今 MP 余裕あるのはコロムなのでこれで回復。もう一回来る。何かよくぞ私を殺してくれた。さらにやっぱりあるのか。ねえ嘘、バックアタックなの？ちょっと待ってよ、状態を見たものは生かしておけない。いや、勝手に出てきたくせに。二人掛け回復に関してはもうテラにやってもらう。だからもうこれでいいんじゃない。あ、待って、毒、まさかの。毒消し、二人掛け、ヘアルラ。うん、どうなんだろう。普通に殴った方がいいのか。普通に殴ってもそれなりのダメージ出るから、ならば回復2枚でいくか。ファイヤー、白魔法、ヘアルラ。毒を解除する人がいない。毒消し、呪いの歌。うん、普通に殴ってもいいと思う。場所が変わってるから目を動かす位置がね結構長くなるんでね、左側から右下へっていう。ポイズナとかがないんでね。あ、エスナ使えって話か。待ってよ、あとプロテス使えっていうのもあるんだけど、 MP 持たない可能性がある、この戦い方。ファイラ、うん、ファイラ単体、なんだあっさりいったな。ファイラ単体でも十分ダメージが通った。多分二人掛けより威力強かったんじゃない？ゾンビ扱いなのかもね。なので炎が有効。うん、今度こそ問題なく。え、S がなんかすごい MP 使ったぞ。20ポイント。ないよね、毒だけ消すっていう、ポイゾのあたりは。我が息子よ。勝手に息子扱いされている。今私にとって悲しいことが起きている。毎日私の力を授けよう。誰がそういうふうに言ってるのかが全くわからないね。剣手に入れて、うん、あっさりと。え、まだ5時間もやってないと思うけどな。こんなに早かったっけか。あ、なんか出てきた。え、戦いになるの？MP 回復してないんだけれども大丈夫か。差しでやるならば MP 関係ない。白魔法が使えるようになってる。何が使えるかは確認してないけど、白魔法はケアルのみ暗黒。うん、もし前が本当のパラディンなら、なんだろう、誓ってみせようとかそんな感じか。
剣を収め耐えるのだ。ああ、そうなの。防御とかそんなのあった？カバウは使えない。ずっとケアルやって、いけばいいような気がするけど。防御コマンドをやらないとダメなのかという問題が出てくる。なった。これオートでいいぞ。オートでずっと防御やっててくれるので、これやっててHP0 になったらどうしよう。あ、防御やっても受けるダメージは変わらないな。正義よりも正しいことよりも大事なことがある。いつか分かる時が来る。おっと、終わったね。光の力に変えてお前に託そう。いや、これ誰なんだろうな、私というものは。ゴルベーザを止めるのだ。うん、パラディンになった。今までの装備使えなくなると思うから、そこら辺も整えないと。確かミシディアにこうした強い武装がね、売られていたはず。結局メテオはないからか、テラがあさっての方向向いてるね。ん？これは？数々の呪文を思い出した。すべてを思い出した。メテオ最初から使えたっていうのかな？いや、そうではない。メテオは今、覚えたになっている。なんだろうな、この二人は。実は、オイラたち。テラが、テラが勇ましいね。あれ、この二人何言おうとしたんだろう。あ、何を言おうとしたんだろう。なんか、スパイ的な役割かなとは思わなくもないけどね。スパイというか。見張りというかね。では、ここで MP は回復してない。辛いね。じゃあ、ちょっとここでテント使ってテレポで出ます。では、魔法、白魔法も大量に覚えてるし、黒魔法も覚えてるしで、これ一旦整えないと。その前にテレポを使いたいけど、使えない。多分、道中にイベントあるかも。移動だけはやってきます。では、ここから出ましょう。あれ、特段イベントなかった？なんでテレポで出れなかったんだろう。で、ここからどこ行くんだろう。多分一旦ミシディアに戻ればいいと思うので、チョコボ使って戻っておきます。では、ここ戻ってきて中入りましょう。そかそか、パラディン変わったことによってまた話が進みそうだね。武装絡みは、ああ、なるほどね。伝説の剣というものを持っている。命中プラス99。退去をやって、普通に装備も整ってるので。うん。買うべきものも、ああ、癒しの杖は買えるか。知性上がった方がいいような気がするけど。アイスロッドだと知性が上がらないんだよね。癒しの杖も1個買っておきましょう。最強やると癒しの杖になってしまう。これフレームロッド。一方、防具の方が結構強いものがあったはず。全部買えないね。間
違えた。もうこのままでいいか。ちょこちょこ変わってしまうんであれば。で、いらない装備、売っときましょう。とはいえ、どうなんだろう、ここら辺全部売っても大丈夫なのかな。そこら辺分かってないから。売るべきかどうかが分からない。何を売っていいかどうかが、この段階では分からないんで、このまま行きましょう。で、多分だけど、こちらはまた会話で。ご覧の通りですわ。多分監視役だと思うけど、見張りか。じゃあここでいなくなるのか2人は。山頂で剣を授かった。うん、場面が変わって、剣高く舞い上がりだから、また何か空の物語があるんだろうね。月は果てしなき光に包まれ、母なる大地に大いなる望みと大いなる恵みと慈悲を与えん。じゃあ月の誰かが何か剣を送ってきたとか、そんな感じになるのかな。うん、ペラーが流行ってるね。多分長老よりテラの方が偉そうな気はするけど、アンナの敵を討つ。メテオは危険すぎる。バロンに戻り、飛空艇をデビルロードの封印。そっかそっか、これで直接向こう側に行ける。そして二人がついてくる感じだね。なんかじいちゃんと子供がついてくるから、せっかくね、以前のようにリリアとかローザとかそのあたりでね、可愛いところがいたのに、途端にむさ苦しい感じになってる。ということで、ここから先特に何もないか。あっと、これ奥に扉があるね。祈りの塔。特段アイテムとかなさそう。では行きましょうか。防具とかが揃ってないので、お金稼ぎやってもいいけど、今は行けるだけ行っておきましょう。倒されるようなことがあったら、お金とか稼いでまた武装を揃えましょう。これでデビルロード通って、怪しい音が鳴ってるね。ここ到着。なるほどね、確か町の西側に出るんじゃなかったっけかな。うん、
爆弾変わりなく、ここは入れない、ここも入れない。回復は済ませてあるよね。行きましょうか。セーブやっといて、今で3時間だから、もう3時間ぐらいで早くもパラディンになったかのような。通行許可、通行許可はどこでいるんだろう。うん、酒場に何かありそうだね。あ、ヤンがヤンがなぜかいるんだけど。名前、ちょっと待って、どういうこと。バロン王に逆らう犬目かかれってなってるんだけど、ヤンはかかってこないね。二人掛け、今二人掛け、メテオは使えない。ちょっと待って、セシルが、セシル可愛くなってんだけど。二人掛けは範囲攻撃か。なんだろう、あやつ、ちょっと待って、気づいてるんだけど状態が。二人掛け、白魔法、ちょっとライブラやっていきましょうか。ミニマム、ミニマム、ミニマムはあるね。え、そんなことあるの。今ライブラ多分やったと思うけど見てなかった。効果がなかった。一旦回復しないと間に合わない。倒せないか。これ魔法が多すぎて分かりにくいんだけど。東の杖、黒魔法、ファイラ、元に戻ってるね。100しかダメージが通れない。違えた。絵画、これ強がりやると知性が上がって多分魔法の威力が上がる。魔法の力アップ。1700、ようやくか。危ない危ない。多分操られていたんだと思うけど、これでヤンも仲間に加わるのかな。リディアはリヴァイアさんに飲み込まれてしまった。ギルバートはかわいそうに消息不明になってる。ヤンが仲間に。ヤンが鍵持ってるとかそういうことじゃないのかな。もしくは通行許可。ヤンがいるとセシルを捕まえたという感じで中に入るとか、そんな感じじゃない。なるほど、指導も救出、あそこは入り込めん。バロンの鍵、そっかそっか、町の西側に何か開かない扉あったけど、そこから行けるのかも。
では行きましょうか。その前に装備。一旦外出て整備やって。いや、ここじゃない。こっち側じゃなかった。町の西側だと思うけど。ここ。え、なにあの。あ、なるほどね。お金手に入れた。昔の水路。あ、下に宝箱。これぐらいか。これは敵が宝箱の中から出てこないから、それだけでもありがたいね。買う。もうこれいいでしょ。ちょっと癒しの精が多めだけど。暗黒いなくなったから全体攻撃ができなくなってるので、そのあたりが若干、不利ではあるけど。全然ダメージ通らないね。これだとサンダー絡みの杖持ってった方がいいかも。あるかどうかわからないけど。よしっと。エーテル。ゼウスの怒り。今現在、セシルがレベル13。あ、なるほど。下がった扱いになるのか、レベルは。暗黒から。どうするかな。まあ、ここ使っていってもいいけど。MT の消費結構激しいんだよね。大きい魔法を使うとそれだけで30とか MT が飛んでくので。だがテラに関しては MP99 以上になるように育成やっとかないとメテオが使えずに終わってしまいそう。あっとこれ2回連続。なかなか倒せないね。もうちょっと通常で手早く倒せるような状況まで持っていきたいけど。はい、4。ほぼセシルとヤンで倒してるかのような。バイオとテレブを手に入れている。革の帽子誰も装備できないでしょ今さら。バックアタックね。逃げてもいいんだけれども、素直にサンダラ使うか。多分一人使うだけでも倒せる可能性がある。これは多分隠し通路かな。厄介だね。またバックアタック。ブリザラ。これもブリザラ。ヘアルが覚えた。セシルが覚えたか。いいね。
ようやく回復がさらに増えて使い勝手が良くなりそう。これどこだ、ここえ、まず真ん中下行けそうだ。あ、なんでこれ引っかかる。サンダラ、ブリザラの方かな、これどっちだろう。ブリザラ、魔法長いね、この辺ね。多分後ろは霊系が有効なはず。また革の帽子、エルメスの靴。うん、ん、これはこれはここ違うっていうかな。いやー、隠し通路はちょっとこれ対応やってほしかったな。全体的に辛い、探しながら歩くのは。一個一個こういう風にやってけって話になるもんね。で、右側行くのはいいんだけど、左側の宝、まあいっか、宝取らなくて。切れないからな。多分この段階で取れるアイテムはたかが知れてると思うので。そこに時間使わなくてもいいと思う。宝箱全部取ると実績解除とかがあるので、スティーム上ではね、そういう攻略要素もあるんで、そこ狙う人だと取らないとダメだけど、特にそういうものに興味がないので。まだ大丈夫で、砂を覚えた。これ全部通常でいいでしょ。どっちだ、エーテル。この衛兵はそこまで強かった記憶はないんで大丈夫でしょう。ミニマム、ああそういえば使ってきたような記憶があるけど、今までかかったのフェシルだけか。あっ、フォロムが随分可愛らしくなって。ミニマムはない。これ多分セーブポイント、うん、あの回復やっといて、では今回はここまでで終えたいと思います。次回さらに進めていきますので、興味ありましたらまた次回もご覧ください。ではでは。